半島の大間まで、行こうと思います。でそこからフェリーに乗って、函館着になりますね。でまたそれからね、北海道ぐるっと回るという感じかな。はい、じゃあまあね、ちょっとしばし大間まで一晩走ってみます。あ、すごい。あ、すごい。こっち。これが5月の北海道ですよ。北吉さん。カエさん、でも、やめる。やっぱやっお疲れですよ。あ、なんだこのお尻。どのお尻？サンキュー。お疲れですよ。何嗅いでんの？カエさん。はい、本州の最北端です。はい、家出てから20時間で、ようやく着きました。下道の貧乏旅ですね。見えないよ何も。いろいろほら書いてあるけど、ね、あ、北海道見えない。北海道がうっすら、うっすらぼやっとね。あ、ほら北海道が見えない。手前のあの島じゃなくてね、あれ近い、あの近かったら船乗らない。1回目の時はさ、大荒れだった。ここはドアが開かないっていう。嵐だ、誰も降りないみたいな。マサイが降りたの。そうだ、私降りた。はい、ちょっと今受付やってきたんですが、うちちょっと猫がね、猫ちゃんがいるんで、猫ちゃんの、まあ、なんかあったら、なんかあってもあれだよってことで、同意書。あとは、なんだろう、こんなんとも。で、まあ、これは、あれか、ダッシュに置いとけと。はい、まあ、これ置いとけと。ダッシュボードに置いとけということですね。で猫の場合はね、なんかあの車の中で置いていってくれみたいな感じですね。ワンちゃんの場合はワンちゃん用のなんかスペースがあるそうです。まあ、ちょっとこれ調べてもらってね。はい、というわけでね、まあ、気になるね、はい、料金ですね。うち、まあ、そのキャンピングトレーラーということで、これが大人2人、でキャンピングトレーラー。実測で、測ってもらったら10メーター50でした。片道ですね、これね。これかける2ですね。はい。まあ、往復チケットね、取れる人は多少割引聞くみたいなんでね、やってみるといいと思います。で、車検証の寸法じゃなくて、あくまでも、料金は実測、この現地に来てメジャーで測ってもらいます。職員さんにね。はい。そしたら10メーター50ということになったんで、お安くなりました。はい。6万とかね、7万いっちゃうかなと思ったんですけど、まあ、意外と安いのかどうかわかんないですけど、トレーラーで行くとこんな感じになりますね。はい。まあそんな感じです。じゃあこれで、ちょっとね、乗船待ちですね。今回乗るのは、これですね。津軽海峡フェリー。これで行きます。意外とちっちゃいですね。わかりました。はい、ありがとうございます。はい、少々お待ちください。はい、ありがとうございます。はい。
まもなくフェリー乗り場です。あ、真ん中、あ、真ん中今車線の真ん中ですか。あ、またいで、はい、曲がっちゃってんな、大丈夫か。意外と船小さいですね。意外と船小さいし、思ったよりもっとでかいのかと思った。